第1回ラボワングランプリやってまいりました。ラボワングランプリ2021年、はい、はい、ラボワングランプリ2021年、はい、第1回の開催となっておりますけども、なんとね、ラボットラボワングランプリ応募者数36,000人、その中から準決勝に進んだのはなんと10組、そしてその10組よりもさらに面白かった上位3組の決勝戦でございます。これは見応えありますね。これも見応えしかないですね。はい、素晴らしい漫才がこれから見えるんじゃないでしょうか。ということで、まず1組目のドラボットたちはラボパでございます。はい、ラボパさん、最近人気がねかなり急上昇している否定しないツッコミ的なねやつで大ブレイクしましたラボパさん、さて今回は一体どのような漫才を見せていただけるんでしょうか。それでは出てきてもらいましょう。ラボパさんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうも。はい、どうも。私はあのかの有名な高校生探偵の工藤ポン一です。わしはその黒幕じゃ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。博士、なんじゃ。いや、俺実は今度からさ怪盗になろうかなと思ってるんだけどよ。怪盗、まあ、確かにお前は怪盗になれるのかもしれないな。え、本当なれると思ってる？いや、お前はほらあの怪盗服と大体背格好とか顔似とるからな、白い服着たらなんとかなるとわしは思うけどな。あ、なるほどね。いや、さすが博士だな。すげえ博士。そうじゃぞ。怪盗になるから、まあ、それはじゃあ後でやるとして、ああ赤井秀一、最近俺の気のせいかもしれないんだけどさ、あ、死んでね。俺何回か死んでるけど、クローンもしかして。いや、クローンの組織なら赤井秀一はクローンが可能なのかもしれない。これはすげえ、そうだよな。そうじゃの。さすが博士だわ。あいつらの技術力はわしが言うのもなんじゃけど、ちょっとぶっ飛んどるからの。さすがだな。まあ博士は何でも肯定してくれるわけだ。そうじゃの。ということで、じゃあそんな博士にもう一つ言いたいんだけどよ。なんじゃ。スケボーの世界選手に出ようかなと思ってたよ。おお、まあコナンの肉体なら可能なのかもしれない。東京タワー登ったりとか、レインボーブリッジをこうスケボーで駆け上がったりしとるからの、劇場版で。そうです、大体のあれ劇場版スケボーでなんとかスケボーでものすごいあの回転してるけどね、まるでもう本当にスケートみたいな感じでね。そうじゃの。羽生くんみたいになっちゃってますよ。やっとるからの。はい、さすがも博士。実はこれ博士悩みがあって。なんじゃ。最近さ、灰原が好きになってきちゃってよ。灰原の魅力には抗えないのかもしれないな。さすが博士、分かってるね。灰原はあのいいキャラクターだからの、人気高いからの、わしも好きじゃ。俺はあの灰原とくっついた方がいいと思ってるんだよね、実はね。なんじゃ。あのまだあるのか。そうそう、これは実は博士にカミングアウトしてるんだけどよ。なんじゃ。いつも推理してるじゃないか、俺、おっちゃんの体借りて。そうじゃの。だから5割当てずっぽなんだよな。当てずっぽでも犯人が当たってればそれでいいのかもしれない。いや、確かに、まあ結果的に犯人捕まっとるからの。やっぱそうだよね。そうじゃの。いや、よかった、俺自信なくしてるところだったんだよ。まあ当たってればいいわけだよな。そうじゃの。結果もういつも自白しとるからの。そうだよ、そうだよな。結果自白しとるからの。さすがだ博士。おう、これ博士にお願いなんだけどよ。おう、なんじゃ、言ってみなさい。透明人間になって灰原の風呂とか覗きたいわけだよ。わしの技術力ならできるかもしれない。まあ、わしも結構あの蝶ネクタイの変性器とかぶっ飛んどるからの、作ってるものが。そうだよな。いや、さすが博士だわ。これできるかもしれないの。すげえわ。いや、実はこれあとさ、なんじゃ、まあ、悩みがあって、これも言ったのも実は理由があって。なんじゃ。元の体に戻ってこの間修学旅行に行ったらよ、 SNS で拡散されて正体バレちまって、バラしたやつ見つけてさ、やさされしようかなと思ってるんだけどよ。バラしたやつを、バラしたやつをなんとかしないと番組が終わってしまうかもしれない。確かにそうじゃの。お前が新一ってバレたらもう黒の組織から狙われて番組終わってしまうからの。そうだよな。こんな人気番組がさ終わっちゃうなんてさ、そう、もったいないからの。もったいないよな。おう、そうじゃの。それはまあなんとか後でやるとして。おう、そうじゃの。俺さ思ったのは、最近さ、なんじゃ、解毒剤の出番がないと、俺の出番がないから、もう解毒剤できたことにして毎回出演考えてんだけどよ。また人気キャラだから出た方がいいのかもしれない。そうじゃの。やっぱそうだよな。そう、そうじゃの。さすが博士だわ。やっぱ人気キャラ毎回出てもまあ視聴率上がるからの。よし、分かった、博士。そしたら俺明日から工藤探偵事務所で放送開始するわ。いや、それはもう毛利君の仕事なくなっちゃうじゃろ。それは肯定してくれないの？それはもう毛利君の仕事なくなったらお前稼ぎなくなってしまうぞ、あいつが。
いや、いいじゃないか別によ。いや、あいつのおっちゃんなんてどうだってんだよ。いや、あいつのところで飯食っとるんだから、それはなくなっちゃまずいじゃろ。あ、じゃもういいや、もう終わりにしようぜ。お前が、いや、お前が終わらせてもいい。どうもありがとうございました。はい、はい、面白かったですか。そうですね、あれはあれですか、名探偵コナンのパロディ的な漫才だったんですかね、あれは。そう、いや、ご本人だったんじゃないですか。ご本人だったんですかね。はい、ね、なるほど、番組的にいろいろ困ってるんですね。そうですね、まあ、人気番組ですけどね、はい、そうですね、はい、では採点に移らせていただきましょうか、はい、では、ラボパ審査員によるね、採点が始まります、はい、採点の方、審査員の方、採点をお願いします。ドゥルルルルルルル、85点、82点、83点、88点、85点、80点、合計は503点です。おー、500点いきましたね。いきましたね。いきなり500点って結構すごいスタートじゃないですか、これは。それではね、審査員の村木さん、来ていらっしゃいますので、はいはい、まずちょっとコメントいただこうかと思います。今、はい、村木さん、お願いいたします。はい、ねー、いきなりね、やっぱり最初って緊張しちゃうのかなって思ってたけど、そうでもなくね、淡々とやられてたんで、もう面白かったですよ。ありがとうございます。ではスネークさん、来ていらっしゃいますので、コメントお願いいたします。いや、そうですね、やはり結構モノマネ系のネタっていうのはなかなか難しいんですけどね、まあ彼らよく似てたし、ネタもね、一組目にしてはかなり練られてたんじゃないかななんて思いましたね、はい、なので僕はまあ点数結構高めにね、つけました。はい、そんな感じです。はい、せっかくなので、あともう一人、人造人間セルさんに、お願いいたします。そうだな、やはり私ほどの漫才ができることはいないと思っている。まあ、なので82点を出させていただいた。ありがとうございます。ということで、ラボパさんはね、暫定1位のボックスでお待ちくださいませ。はい、よろしくお願いします。本日はね、それで1組目終わりまして、次回2組目のね、はい、漫才をね、見ていきたいと思いますが、はい、次回発表いたしますので、はい、それまで皆様お楽しみにお待ちください、はい、それまで暫定ボックスでラボパさんたちはずっと待っていてください。それでは本日は終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、グッドボタン、皆様お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、この動画以外にもですね、実際ラボットを使った現象だったりとか、寸劇だったりとかやっていらっしゃいますので、ぜひ皆様チャンネルをチェックしてください。はい、はい、それではまた、バイバーイ、またねー。